バーチャーファイター、セガサターン版、スーパー 32X 版、セガサターンとね、同じ32ビット機としてね、使えるパワー技、力技のね、スーパー 32X では違いはあるのか？それでは動画スタート！まずはオープニング見ていきましょう！セガ、もういきなりセガのね、ロゴ。そして、セガサターン。ここら辺の処理はちょっとカットさせてもらいました。それではオープニング見てください。違いはあるのか。はい、それでは次のコーナー行きましょう。はい、それではね、処理速度の差を見ていきましょう。 32X はカードリッチ、セガサターンは CD メディアですね。さあ、やっぱりね、読み込みだけあってちょっと遅いですね。はい、 32X8.58。 さあ、セガサターン来ました。はい、15秒95、約7秒差。やはりカートリッジの方がここら辺は処理速度速いですね。それでは次行きましょう。はい、それでは行きますよ。キャラクターとかのね、ステージ比較行きます。それではジャッキーを選んでいきましょう。ジャッキー、はい、ジャッキーステージ 32X です。はい、セガサターン版だいぶ違いますね。はい、同時比較。はい、それではね、次のキャラ行きましょう。次、ジェフリーです。メガトラの音ですね、もうもろ。音質が違う。はい、同時比較。はい、勝利。はい、サラ。はい、セガサターン。はい、同時比較。はい、勝利。それでは次のキャラクター行きましょう。次のキャラクターは影丸。富士山綺麗。はい、セガサターン版。おりゃ、
はい、それでは次に行きましょう。次のキャラクターはカイチェン。はい、セガサタン版、音は全然違う。その前に、はい、行きましょう。はい、勝利。さあ、次行きましょう。次、ウルフです。ラウチェーン。ノードは、はい、勝利。さあ、次はラウト行ったら、次はあのアキラ、勇気アキラでございます。そう、あのアキラ、このアキラ、勇気アキラ。はい、バーチャウ、セガサタン版。はい、どうですか。はい、両方とも残念ながらタイムオーバーでしか勝てなかった。さあ、行きましょう。デュアル。なんだこの歓声は。はい、勝利。ということで、今回は 32X とセガサタンのバーチャルファイターを比較しました。まあやっぱりね、力技の 32X ね、まあ力技っていう感じでしたね。でやっぱりあのセガサタンの版の方はすごくこう出来はいいですけど、まあ唯一セガサタン版のいいとこ、セガサタン版じゃない、 32X 版のいいところは、あの処理速度が速い、まあ、ロードが速いっていうとこでしたね。ということで、今回の動画はここまで。また次回ね、別の動画でお会いしましょう。それでは、
バイチャ。